吉谷さん、お疲れ様です。40人アンケートを動画返信ですか。まあどうってことないですよね。だって私と吉谷さん、この1対1のやり取りですら1日にね、30本40本やってきたわけじゃないですか。あの返信の中で別の動画の返信もあったり、別の暮らしもあるわけですよね。やり込んできた私たちから見ると、じゃあ、今日は100本の動画返信かって言っても、まあできるけど、ちょっと、大変だなぐらいなもんですよね。でも動画返信をコンスタントにできてない人から比べると、まあ絶対無理ってなりますよね。最初からやろうともしませんよね。これが大きな差じゃないですかね。で、結論ね、何が言いたいかっていうと、なんですかね、人生を変えたいって人は人生変えなくちゃいけないんですよ。まあ、小泉進次郎さんみたいな言い方になっちゃいますけども、人生を変えたいというのに、いや、これは苦手なんです、これはやってこなかったんです、こういうのじゃなくてって言ったら、人生変わんないじゃないですかってことなんですよ。人生を変えるっていうのはどういうことかっていうと、今までやってこなかったことをやる、今までやってきたことをやめる、この2つを片っぽ、もしくは同時にやることだと思いますんでね。だから今まで自分が苦手だと思ったことを得意になっていくとか、自分が今までね、得意分野だと思ったことをあえて使わずにやってみるとかってことになると思うんですよ。私はアフィリエイト得意になりましたけども、その前っていうのは麻雀以外に得意はありませんでした。でも今得意な麻雀は全くやってません。そればかりか得意なアフィリエイトもやってません。苦手な FX を始めました。そして FX が得意になりました。人生変わらざるを得ないですよ、そうなると。で、YouTube ね、最近すごいんですよ、吉谷さん。私ね、YouTube の広告収入、ちょっと異常なぐらい高いですよ、今。考えられないぐらい高いですよ。これが起きるんだなと思いましたね。もちろん狙ってやってるところはありますけども、私のね、YouTube の広告収入で、これ高いんじゃないのって思われてるのは、新生活保護のテーマ、特別定額給付金のテーマ、これね、アクセスが高いんですよ。ね、これで報酬稼いでると思ってる人は全く分かってないですよね。こんなところでお金稼げません。アクセスがたまたま高いだけなんですよ。私がお金を稼いでるのはズバリですね、もうこれしかないんですよ。 FX と暗号通貨の動画です。実はね、 FX と暗号通貨の動画って再生数非常にね、目立たないんですよ。もう30とか50とか、よくて100とかね、むちゃくちゃよくて200とかしかないんですよ。再生数としてはしょぼいです。でも広告単価高いんですよね、相変わらず。FX の口座開設、モッピーを見てて思うんですけども、3000とか5000なんですよ。暗号通貨の口座開設、これも同じぐらい5000円前後なんですよ。高い時に1万ってのがあります。っていうことは、暗号通貨と FX の動画を配信してると、そこにつく広告はいくらなんですかっていうことになるわけですよ。だから私の広告収入は高いんですよね。だから多くの方は再生数が多いものに対して、儲けてんな、再生稼ぎですかみたいな感じるんですけども、全くだから分かってないですね。私の自分の YouTube のアナリティクス、マイアナリティクスは、これをやれ、あれをやれっていうふうに明確に論じてます。再生数はあんまり気にするなと、再生数10でもいいよみたいな感じですよね。これは吉谷さんのドリームアカデミア、そしてひいては私のね、速稼塾のそのコンテンツの売り方にも似てるんですよ。少ないアクセスに高い商品をかましていくということで、高い売り上げできると、当たり前の掛け算ですけどね。じゃあ生活保護と第二次特別定額給付金の動画の、ね、アクセスが高まったところで、そこにつく広告って何ですかね。想像できないですよね。何の広告がそこに出るんですかね。で、こう言ったら失礼ですけども、特別定額給付金とか生活保護を本当にね、切り詰める思いで、考えてらっしゃる方って、そんなにお金に余裕があるとは思えないんですよね。で、そうなると買える商品のジャンルって限られてくるんで、出てくる広告ってまあね、高級車ではないですし、海外旅行でもないと思うんですよ、出てくる広告。となると、私の考えが未だに通用するのは FX とそういった投資ですよね。投資をする人ってそこそこお金持ってますから。で、暗号通貨ね、暗号通貨も余剰資金で買うわけですから、もう本当にね、今日の5000円1万円がないって人が暗号通貨買いますかって買わないんですよ。やっぱり安定収入がそこそこあって、じゃあ暗号通貨でちょっとギャンブルしてみるかとかね、勝負してみるかって人の余剰資金が暗号通貨に向かってるわけですから。ということは、暗号通貨と FX をやってれば広告収入は高止まりできるっていうことなんですよ。これを私は2014年からね、ずっと考えてやってるってことなんですよね。だから私はね、この2つのテーマを外さなければ、アップロードをコンスタントにする限りは
広告収入 YouTube 高いんだろうなと思うんですよね、まあそういったことも込みでね、速稼塾では私の立場からしかできない、それこそねチャンネル登録1万4千人弱で、再生数通常でしたら100前後そんなところからもちゃんと YouTube だけで、 YouTube の広告収入だけで、暮らしていけるようなね収入の取り方も速稼塾ではやってるんですよね。だからこれがだから今日頑張るってことだと思うんですよ。あの自分のやってないことをこうやって遠くから見てね、あの人はいいよねじゃなくって、自分の持てるカード、今日できることをしっかりやることによって、その毎日の積み重ねで、自分のできること、自分のやってきたことっていうのが浮き彫りになると、その一つが私の YouTube だと思うんですよ。私の YouTube 広告本当ね、すごいですよ。なんでこんなにもらえるんだみたいに思っちゃいますよ、でも私にとっては普通なんですよね、これがね、ということでございます。やれば見えてくる、やらなければ見えてこないということじゃないかなと思います。今日だけ頑張りましょう。そして明日が来たらその日はまた今日になりますんでね、まあ毎日頑張ればいいんじゃないですかね。吉谷さん頭立ってるけどということでございます。あ、ちょっと追加なんですけども、あの吉谷さんの動画と私の動画をね共通で見てくださってる億万長者合宿のリレーをね共通で見てくださって、ものすごく勉強になるっていう風にね感じてくださってる19歳のね、例の方から私の方にも丁寧なメッセージが来てね、私も感動しましたよ。本当にこういうね若者がいると思ったら、私ねもうね、あのお手本になれるような年の取り方してきたかなと思って、返す返す恥ずかしい思いがして、今日を頑張るぞって気持ちになりましたね。やっぱりね嬉しいですね、この出会いが。YouTube 万歳、ありがとうございました。